アイテム番号。SCP-685JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。SCP-685JP。特別収容プロトコル。SCP-685JP はサイト81の提供へ収容ロッカーにプラスチック製のケースに入った状態で収容してください。また、SCP-685JP の接触及び運搬は女性職員のみが許可されています。もし、SCP-685JP-2 の出現を誘引する条件を有した職員が SCP-685JP に接触した場合、その職員を監視カメラを設置した人型収容セルに隔離してください。SCP-685JP に対する実験を行う場合、主任担当職員の許可を得た上で、D クラス職員もしくは、前述の隔離した職員を用いて行ってください。説明。SCP-685JP はポラロイド社製のシートフィルム式インスタントカメラ1です。SCP-685JP の外装が鉄で構成されていること以外に特筆する点は存在せず、通常のインスタントカメラと同様に使用できます。SCP-685JP の維持要請は未婚の12歳以上の男性が SCP-685JP に接触した際に発言します。人間が SCP-685JP に接触してから、時間後に、SCP-685JP は細かく振動すると同時に、SCP-685JP の正面部に設けられている肺で口から1枚の写真、以降 SCP-685JP-1 と呼称する、を排出します。排出されたすべての SCP-685JP-1 には、人もしくは、動物をモチーフにした人形が映し出されています。SCP-685JP-1 に映し出されている人形、以降被写体と呼称する、の種類は、マネキン、市松人形、ビスクドール、ぬいぐるみ、こけし、的用紙か等、種類が確認されています。すべての被写体は、花嫁衣装の着用、もしくは結婚式を連想させる塗装もしくは、装飾が施されています。SCP-685JP-1 は排出されると同時に、SCP-685JP に接触した人間、以降対象と呼称する、の眼前へ転移を開始します。転移は SCP-685JP-1 の上部から順に行われ、転移開始から約、分ほどで完了します。また、SCP-685JP-1 の転移中、対象は SCP-685JP-1 の転移が終了するまで一切の動作が不可能となります。SCP-685JP-1 が出現してから約、分後に対象の周囲に存在するドア、窓。引き出し等開閉が可能なすべての物品から全長 1.5 メートルから、M ほどの人形、以降 SCP-685JP-2 と呼称する、が出現します。SCP-685JP-2 が出現する瞬間を観測する試みは、撮影機器の原因不明の故障及び観察者の失神により現在まで成功していません。SCP-685JP-2 は SCP-685JP-1 の被写体と共通の外見を有していますが、一部の SCP-685JP-2 は対象と比較して、自身の移動及び口述する捕獲に適した外見を有しています。また、すべての SCP-685JP-2 には人間の20代前半と推測される女性の声を発することが可能です。SCP-685JP-2 には、対象を知覚すると好意的な発言を発しつつ、対象を捕獲することを試みます。この時、SCP-685JP-2 が対象の捕獲が困難だと判断した場合、自身の一部もしくは、全身を変形させることで対象の捕獲もしくは、捕獲の妨害となる存在を排除します。SCP-685JP-2 が対象を捕獲すると SCP-685JP-2 は、対象を自身に密着させる形で拘束もしくは、自身の内部に収納した後にその場で対象と共に消失します。また、SCP-685JP-2 と共に対象が消失すると同時に、GPS は反応が消失し、通信機、撮影機器は外部との通信が不可能となります。消失した SCP-685JP-2 及び対象の行方は現在不明です。SCP-685JP は2000年12月日に、県、市で、押し入れから現れた巨大な人形が息子を誘拐した、との通報を財団が傍受したことで存在が発覚、収容されました。
収容時のインタビューで、対象と推測される、し、当時18歳の父親は、SCP-685JP の入手先を、息子がリサイクルショップで SCP-685JP を購入した、と証言しました。しかし、財団の調査で青年は当日、リサイクルショップに来店していないことが判明しています。インタビュー後、市の父親及び警察関係者に A クラス記録処理を施した後に、カバーストーリー、家出、が適用されました。現在、SCP-685JP の販売元及び未収容の SCP-685JP の有無に対する調査が継続されています。出現した SCP-685JP-1 及び SCP-685JP-2 の抜粋。SCP-685JP-1 の内容及び被写体の特徴。SCP-685JP-2 の特徴。対象、突起事項。SCP-685JP-1-A 日本家屋の一室に安置された白無垢を着用した日本人女性を模したビスクドール。全長 2.4 メートルほどの白無垢を着用した女性。財団が SCP-685JP の収容と同時に発見した最初の SCP-685JP-1。なお、SCP-685JP-2 は、市のインタビュー内でしか存在を確認していない。SCP-685JP-1-B、陳列棚に並べられた市松人形とリボンが結ばれたナイフ。刃渡り60センチメートルほどのナイフを所持した全長2メートルの市松人形。エージェント、財団が初めて SCP-685JP-2 の存在を確認できた SCP-685JP-1 である。SCP-685JP-1-C 識別不明の列車の車内とベールを被ったこけし。胴体部は白く塗装されている。全長、メートルのこけし。胴体部には、本のリボンが結ばれていた。D-1256 財団の実験によって、初めて SCP-685JP の活性化条件が判明した。SCP-685JP-1-D 編集済み。と推測される部屋に並べられた2体のウェディングドレスを着用したマネキン。全長 1.7 メートルのウェディングドレスを着用した2体のマネキン。D-1258 複数の SCP-685JP-2 の出現が確認された初めてのケースである。SCP-685JP-1-G 段ボールの入った胴体部にブーケのデザインの刺繍が施された黒猫のぬいぐるみ。全長、メートルの黒猫のぬいぐるみ。D-1260 SCP-685JP-2 の出現時に実験チャンバーの壁を破壊して、これにより実験手順の一部が改定された。SCP-685JP-1-K 環境がビスクドールの頭部に置換された白色の XIC 型潜水艦の模型。全長2メートルの女性の手が生えた XIC 型潜水艦の監視流。D-1261SCP-685JP-2 の出現時に大量の水が実験チャンバーの侵入口から流入した。ほい。20年1月日、SCP-685JP が保管されているロッカー内で、1枚の A4 サイズの紙を職員が発見しました。紙の両面には、以下の文面が印刷されていました。詳細は文章 685JP-1 及び文章 685JP-2 を参照。文章 685JP-1 文章 685JP-1 を閲覧する。2000年12月分の園遊域使用明細。使用者。解読不能。機体形状。カメラ。使用回数。1回。送信エラー。回。婚約成立数。組。行政による婚約成立数。組。要処分者数。2人。定期アンケート結果は裏面に記載されています。園遊相手の選定の参考にしてください。文章 685JP-2 文章 685JP-2 を閲覧する。この形状なら、自戒するまで一緒に駆動したい。20経年以上の人形、1万体の理想園遊相手ベスト5。女型、1位、人間、2位、ぬいぐるみ、3位、五月人形、4位、招き猫、5位、わら人形、男型、1位、人間、2位、市松人形、3位、木彫りの熊、4位、マネキン、5位、
ラグドール級。最近、世間を騒がせている形像である人間が今月も理想の演劇相手ランキング、男女共に第1位に輝きました。また、人間が存在する第2現実への渡航を希望する人形も先月の約10倍に増えています。しかし、一部の工業関係型は、人間との縁結び及びそれによる新規製造による設計図移入により、従来の人形の製造率が低下し、最終的に派遣人形は廃盤となる意見を提示しています。これは一部の片遅れのウンボロたちの主張であり、私たちや第二現実の協力者たちは人間との縁結びが私たち人形の幸せにつながると確信しています。